さて、女子高校生のスカートの長さをめぐって、はい、新潟県でついに本格的な指導が始まりました。短すぎるとする学校側の服装チェックに、はい、女子高校生たちは素直に従うんでしょうか。きちっとしてから、はい、ほらちゃんと入れて、きちっと入れなさい。こちらの高校では今生活指導の教員が下校する生徒のスカート丈のチェックを行っています。今日新潟市の高校で放課後行われたのは下校する女子生徒の服装チェック。そんなんでさ外行ってほしくないな。先生はな、全部下ろしなさい。その訳は日本一短いとも言われる新潟の女子高校生のスカートの丈にありました。朝雪道を登校する女子生徒のスカート丈を見てみると、みんな膝上20センチ15センチぐらいでしょうか。寒くて中には足が真っ赤になっている子もいますね。寒そう。寒くない？寒いです。やっぱり短いのが好き。え、ノリ。膝上何センチか測らせてもらうと15センチ。結構短いよね。18センチだけど。どうやって短くしてるの、スカートって。落ちてますと。これに対し新潟市民は、ちょっと短すぎますよね。男性の人が見てもちょっとね、変な気持ちになることもあるかも分かりませんですよね。新潟市内では女子高校生のスカートが切られる事件や痴漢行為などが相次ぎ、さらに寒さから体調を崩す恐れもあることから、短すぎるスカートの丈を長くしようという取り組みを今日から本格的に始めることに。その一つが、今日からこれを、それぞれの学校の校舎内に貼り出すことになります。こちらの高校では、このように廊下や、教室の中、にまで、スカート丈の、ポスターが貼られました。さらに今朝の全校集会でも、スカート丈の長さの指導徹底が行われました。スカート丈を短くすることは一切禁止という指導をしました。しかしこの指導に当の女子高校生は、もう少しこの自主性を生徒自身のなんかこの自分で気づいてそう長くすることをなんか待っていてほしい。正直な話はちょっとうまくいかないんじゃないかと思ってます。さらにこんな生徒も、ないと思う。なんで？え、あともうみんな短いから長くしろって言われても無理じゃない？スカートの丈を長くしたい学校側と、それに反発する女子高校生側。こうした中、短くしにくいスカートを開発したメーカーも、従来のスカートですとこのようにウエストの部分を折り曲げてスカートを短くすることができるんですが、こちらのスカートですとこのようにウエストの部分を折り曲げてもプリーツ部分がくしゃくしゃになってしまうので、きれいにスカートを短くすることができません。さすがにこれで外で歩くことはできないですね。まあまあ効果あるんで、どうしても困ってるところはこれを採用するというケースは増えるには増えてます。女子高校生のスカートの丈をめぐる新潟ミニスカ騒動、今後は新潟市内だけでなく県内の100校ほどにもポスターを貼り、指導を徹底していきたいということです。さあ、すっごい極端に短くてお尻ギリギリとか、はい、そういうのはね、なんか変な犯罪に巻き込まれたりとか心配ですが、かつてスカートを折った長さもこのように無事育ってますからね。なんか信念があるんですよね。やりたい時あるんですよね。はい。